菊池風磨は、セクシーゾーンとしてデビューする前に、BI シャドウとして活動していた。ジャニー社長に声をかけられたとき本人だと気づかず、新手の誘拐だと思った。入所当時、ジャニー社長からは、優は十何年に一人の逸材だよ。と言われていたが、3、4年後には、ただの不良だよと言われた。菊池家のファックスが壊れていたことで、オーディションの案内が届かず、結果的に1週間入所が遅れた。 初恋は幼稚園の年少の時で、チャックを閉められなくて、トイレのあとそれを直してくれる世話焼きな子だった。